バルセロナの音楽博物館にて、レーニッシュ製ピアノを演奏する、ロバート・レヴィン・ドバート・レヴィンは、アメリカ合衆国のピアノ奏者、音楽学者、作曲家。ハーバード大学卒業。カーティス音楽学校やフライブルク音楽大学など、複数の音楽学校にて教鞭を取った後、1993年から2013年まで母校である、ハーバード大学の教授を務めた。 モーツァルトやヨハンゼバスティアンバッハなど18世紀の作曲家による未完の作品の工程や保筆を行っている。特に重要な功績とみなされているのがモーツァルトのレクイエムに単調とミサ曲派単調、大ミサ曲派単調の審判である。モーツァルトのレクイエムではアーメン風画をモーツァルト自身のスケッチに基づいて改訂している。また JS バッハのカンタータ、ああ 我は見たり、婚礼に遺憾とする今 BWV162 のオーケストラフの改訂も行っている。2013年、20年間勤めたハーバード大学を退任。ピアニストとしては、モーツァルトやベートーベンなどのピアノ競奏曲のソリストとしての演奏が有名であり、作曲当時のスタイルに沿ったカデンツァの即興演奏を得意とする。ありがとうございます。